アメリカのナンシー・ケリゲン、オジン・ザ・プログラムは第2位です。曲は7月4日生まれです。ジャンプ失敗です。世界選手権3位の実力者のナンシー・ケリガンです。トリプルルッツ、おっとこれは失敗です。3回転になりませんでした。トリプルループはきれいに成功しました。綺麗なスパイラルです。氷の上で非常に大きく見えます。アメリカナンシー・ケリガン、絶対に表彰台に上るんだと魅力的です。ナンシー・ケリガン、オリジナルプログラム2位。今日のフリーではジャンプで3つほど失敗がありました。
得点にどう影響するでしょうか。これはエンディングの直前のスパイラルです。綺麗な円を描きます。もう練習でも常に笑顔を絶やさないナンシー・ケリガン、22歳のビジネススクールの学生です。場内は大変な手拍子になりました。テクニカルメリットです。日本の審判とデンマークの審判、そして中国の審判、チェコ、EUN が 5.6 を出しています。2位の座を守ることができるでしょうか、ナンシー・ケリガン。アーティスティックインプレッションはかなりいい点が出ました。現在クリスティ山口がトップ、そしてこのケリガンが2位に上がってきました。日本の佐藤は現時点で総合3位です。5, 8, 5, 7, 5, 8, 5, 7, 5, 8.